こんにちは、メガネ女子部です。はい、藤太郎です。よろしくお願いします。はい、川上です。よろしくお願いします。今回は亀万年についてご紹介していきたいと思います。イエーイ。亀万年、どんな印象がありますか？はい、肌への馴染みやすさを感じてます。いかがでしょうか？独特、ちょっとクラシックな独特の雰囲気もありつつ、でもなんか若い方からあの ご年配の方までなんか幅広くご愛用されているイメージがございます。そんな亀万年のご紹介をしていきたいと思います。、はい、では早速ですがスタート。では今回紹介する亀万年はこちらです。はい、こちらの5方をちょっと中心にご紹介していこうと思います。はい、なんか印象はとてもすっきりシンプルな印象かなと思います。年を重ねてもしっかりおかけいただけるっていうところがすごくいいところだなと思います。なんかお上品さというか、はい、なんかすごく木をてらったデザインっていうよりはなんかすごく生活に寄り添ってくれそうな、なんかすごいいいシンプルだけどこだわりを感じるメガネかなと思います。はい、亀万年なんですが、1917年に最初はメッキ工場として木村製作所として誕生したブランドとなっております。最初はフレームメーカーではなくメッキ工場っていうのはなんかちょっと、ね、びっくりなお話ですよね。亀万年っていう名前なんですけども、名前の由来も鶴は千年、亀は万年ということわざがあると思うんですが、そこから取られた亀万年という名前になっております。なんかこの名前の付け方もなんかちょっと面白いというか、あ、そうやってつけたんだっていう、なんか面白いなと思いました。日本らしいというのがありますよね。なんかこの名前も相まってか、あのとても海外の方とかからも人気の、はい、あるブランドかなと思います。世界的にも大きな規模であるシルモドールにノミネートされていましたよね。そうですね。もうシルモドールはすごい世界的なあのメガネの展示会で、なんか映画でいうアカデミー賞みたいなとっても大きな展示会なんですけども、そこにノミネートされるっていうかなり大きなもう大ニュースだと思うんですが、そこにノミネートされたことのあるブランドでもございます。今でこそメガネのフレームでチタンっていうのが結構主流にはなってきてるんですけれども、亀万年が初めてっていうことだったんですよね。はい、純チタン製の、フレームを、誕生させたのが一番最初は亀万年ということで、かなり大きな宝石というか、うん、凄さが伝わるかなと思います。チタン、純チタンだと、まあ、軽くて、まあ、丈夫だったりですとか、まあ、アレルギーとかも起こしにくい素材って言われているので、メガネを使うユーザーさんにとってもすごく大きな宝石だと思います。はい、こちらが今かけて川上にかけてもらっているのが KMN99BRH というカラーでございます。レンズのサイズが45の、ブリッジが22サイズになっております。めっちゃ似合いますね。得意分野、得意分野って感じですね。もうこのメタルのラウンド、はい、このノーズとかも下からこうニョキッと出てる感じがなんか個人的には亀万年っていう感じがして、うん、ちょっと変わっててなんか目を引くデザインだなと思います。初めてこうご覧になるお客様とかも、うん、やっぱりそこにちょっと驚きつつも安定感っていうのもすごい感じていただいております。ちょっと見慣れない形なんです。かけた時に結構かけ心地も良くて、なんかしっかりかけれる感じがいいですよね。そうですね、はい、なんかすごいクラシカルな亀万年らしい感じの形と風合いをすごく感じますね。これぞ亀万年って感じですよね。はいはい、結構意外にこのサイズでこのまん丸ってシンプルそうに見えて、かけこなすのって上級者のイメージがあります。ただ逆に言うと似合えばもう顔の一部というかもうキャラクターの一部になってくれる、すごくキャッチーな、こんなに細くて繊細なデザインではあるんですけど、キャッチーでキャラクター付けもできちゃう、すごくこう偉大な一本、偉大な一本印象を変えてくれる、すごい偉大な一本だと思います。はいはい、そうですね。じゃあこちらがおかけいただいているのが KMN9916 の AG のカラーになっております。サイズが47-21サイズになっております。こちらはあのクリップ式になっておりまして、ちょっと外すとこんな感じでつけていただけます。で、眩しい時はクリップオンしていただいて、サングラスとしても使っていただけるような仕様になっております。で、こちらは、まあ、レンズもちょっと
見ていただきたいんですが、ちょっとこう二重というか濃いところとちょっと薄いようなところがあると思うんですが、これはなんかよくあるインナーセルとかではなくて、レンズ自体に加工がしてある、ちょっとこう触っていただいたりとか近くで見ていただくと分かるんですけど、ガタッとなっててレンズ自体に加工がしてあります。こんなことできるんだっていうのがすごいもう率直な感想で、よく思いつくなと思いました。めちゃくちゃかっこいいです。こうクリップつけると今もとても人気なツーブリ仕様になっていて、そのなんか無骨の感じもめちゃくちゃかっこいいと思います。つけた時の横から見るこの隙間具合の重なり方っていうのも個人的にすっごいかっこいいと思ってるので、こう一回こう亀万年ご覧になってるお客様にはちょっとぜひおかけいただいてっていう感じで、一度このかっこよさを体感してほしいなと思います。やっぱりクリップつけるとすごくかっこよくて、でまあ外してもしっかりメガネとしてもお使いいただけるっていうところで、もう2度楽しめるっていうすごい一本になっております。ドツキの私からすると、運転の時とか夜になったら外せるとか、まあ、このままドライブの時はいいけど、カフェに入ってご飯食べるみたいな時はちょっとサングラスでこのまま食べるのかなっていう時に外せて、もう実用性もバッチシ、かっこよさもバッチシということで、めちゃくちゃおすすめとなっております。こちらは KMN6147GRでございます。でレンズのサイズが、42、ブリッジが24になっております。すごい綺麗な色ですね。綺麗ですね。川上もすごくお似合いなんですけど、なんかちょっとこうおしゃれでシルバーヘアみたいなしてる方とか、黒じゃなくてこういうなんかちょっと優しいグレー系、なんか合わすの、そういうちょっとおばあちゃんになりたいなって思ってます。なんかこう素敵な雰囲気というか、ちょっとこう印象も優しげな、黒よりはやっぱりこう優しげな印象になるので、すごいかけやすいかなと思います。川上のなんか今日の服な感じ、なんかちょっと日本のブランドなんですけど、なんか私パリっぽさを感じるというか、なんか海外のなんかおしゃれスナップの人って感じがします。このフレームがレンズが結構小さめなサイズになっているので、強度の近視の方にもこのレンズの厚みだったりとかっていうのも気にせずおかけいただける一本となっております。ちなみに47サイズっていうちょっと大きいサイズもありまして、ちょっとこうちっちゃいサイズはちょっとかけにくいなっていう方とかは47にしていただくと、まあ、なんかベーシックなサイズでさらっとかけていただくこともできます。ちょっとゆとりができていいですね。そうですね、はい、男性とかもそっちの方がかけやすいかもしれないですね。こちらが KMN9918 の TSH のカラーです。サイズが48-22となっております。かわいいです。かわいいです。なんかすごくかわいいです。最近ちょっとこう若干天地浅めのオーバルとかすごく人気があると思うので、ちょっとトレンド感もありつつ、まあ、いいクラシック感も残しつつ、もうすごい絶妙な一本かなと思います。でこのフレームの TSH のカラーが気持ちこうツヤ感がなくなっているので、割とこう肌にも馴染みやすく、まあ、服装も問わず、で今回こうアクセサリーとの相性もすごくいいということで、すごくかけやすいなと思います。なんか今日たまたま着ているのが古着のシャツなんですけど、なんか相性いいかもって思っていい、なんか合うかもって思ってちょっと気に入ってます。なんかこれサングラスバージョンもあったりもするので、しっかり色の濃い色を入れていただいてもかっこよくお使いいただける、ファッション的にもお使いいただける一本ですね。濃い色入れるとだいぶ雰囲気変わりそうだなと思います、はい、あと亀万年のフレームの掛け心地っていうところで、テンプルがまっすぐじゃなくてしっかりこうカーブがついたような感じになっているので、掛け心地とてもいいと思います。すごいなんか包まれてるような感じで、なんか当たりは柔らかくはあるんですけど、なんか安心感も感じれる、なんかすごくいい、ちょうどいい掛け心地になっております。メンズを入れるところがブリッジになっていて、ここがその線になってるんですけど、そこからこうテンプルにつながるここのラインがもう分かりますか？こうピチッとこう隙間なくってことです、ね、もうザ職人技っていうような、本当に綺麗ですよね。綺麗です。実際に手に取っていただいて、ここのこの動きでこのピッチーって合う感じをぜひ見てほしいです。横から見た時にもう一体化になってるような感じのイメージになるぐらい、すごいこうピタッと合わさっててすごく綺麗に見えます。
隙間がなさすぎてどこからレンズ入れるんだろうぐらいな、もうめちゃくちゃ綺麗にできております。でなんかネジもプラスネジが大体多いんですけど、マイナスが使われていて、本当にもう無駄なデザインがないというか、もう本当に綺麗に無駄をそぎ落としたデザインになっております。はい、こちらは KMN77AG でございます。レンズのサイズが、40のブリッジが25サイズになっております。もうめちゃくちゃ小ぶりですね。小ぶりです。あとなんといってもノーズ一山になっております。めちゃくちゃクラシックですね。ですね、シンプルですね。ですね。図書館とかにいるちょっとおじいちゃまがこうずらして、ね、こうかけていただくと、はい、めちゃくちゃ雰囲気出てかっこいいかなと思います。レンズの周りのこのセルな感じっていうのもすごく特徴的かなと思います。色味とこのサイズ感とかなりクラシックな雰囲気が出てて、メタル部分のこのアンティークゴールドめちゃくちゃ風合い出てますよね、うん、めっちゃかっこいいです。ツヤ感磨きっていうのもやっぱりアンティークゴールドの特徴的ですね、うん、なんか冒頭でお話ししたあのシルモドールノミネートされたっていうのがこちらのモデルになっていて、もうこちらまさしく海外からもかなり高い評価を受けた一本となっております。先ほどちょっとこうおじいちゃまとかおばあちゃまとかちょっとこう雰囲気がある方かけていただくとかっこいいかなって言ったんですけど、あえてちょっと川上みたいな若い女子がかけるのってめっちゃ可愛いなと思いました。なんか結構一山とかサイズ小さいのってこうもう避けがちっていう感じがあるんですけど、まあ、ぜひ一度このサイズ感っていうのも体験していただいて、その上でこういいなとかちょっとここは難しかったなっていうのを踏まえていろいろとお選びいただけたらなと思います。なんかとっても新しい感じがして、なんか目を引くそうですね、目を引く一歩になるなと思います、こう派手な印象はなくすごくお上品なんですけど、なんかいいもの感の伝わり方が半端なくて、すごいこだわって選んだ一本なんだろうなとか、なんか何本メガネ持たれてるんだろうこの方はみたいな、なんか想像をかき立てられるつわもの、メガネのつわもの感がすごく出る一本だと思います。カメマンネ、やっぱ改めて見てシンプルなんですけどディテールかなりこだわって作られてて、本当になんかもういろいろ語りたいというか見てほしいところがいっぱいあって、実物手に取っていただいて細かいとこ見ていただいたりとか、かけてかけ心地の良さとかも感じていただけたらなと思います。岡山眼鏡店も広島眼鏡店もあのどちらも取り扱いがあるブランドなんですけど、なんか岡山眼鏡店だとお若いファッション好きの方が手に取っていただいて気に入ってあのご購入していただくことも多くて、クラシックな雰囲気なんですけど逆に多分それが新しくて、でお色とかもアンティークゴールドだとかなりあのクラシックにかけれるんですけど、マットブラックがあったりとか黒金とかでちょっとこうパキッとしたカラーのものもあるので、もういろんなファッションの方、いろんな年齢の方にあの楽しんでいただけるブランドだと思います。はい、では今回はカメマンネをご紹介させていただきました。では今回の動画は以上となります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。